Let's get started. 萌子チャンネル。はい、萌子チャンネルです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日はちょっと違ったところからお届けします。今日13日の金曜日なんですね。きゃー。はい、萌子チャンネルです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい。今日はですね、おやつなんですけれども、私、今年の6月15日よりダイエットをしておりまして、どちらかというとヘルシー志向、ダイエットよりのチャンネルになるべく移行していってる状態でございますので、今日はヘルシーなおつまみにもなるおやつなどなどちょっとご紹介しつつ、最後に美容に関しました、ものを一つご紹介したいと思います。それではまずこちらでございます。はい、ちょっと開けちゃったんですけれども、じゃん、トップバリューさんの糖質 30% オフチョコレートミルクでございます。糖質なんと 11.5g です。これですね、ミルクチョコレートながらにして糖質オフが、苦くないんですよ。一袋で186キロカロリーということでね、ヘルシーですよね。はい、こちらです。一袋召し上がっても186キロカロリーです。こんな感じです。はい、いただきます。キューブ型かわいいですよね。うん、あんまり甘いもの好き性じゃないよねとチャンネルご覧の方にも言われるんですけれども、実はね、チョコレートは大好きなんです。しかもヘルシーだからって苦いのばっかり好きじゃなくて、こういったミルクチョコがやっぱり好きなんですよね。甘くて美味しいです。あの、難所活性デキストリンを使ってますね。特保とかのクオラとかに結構含まれてます。水溶性の食物繊維ですね、難所活性デキストリンで。加工ポリフェネルは 0.13g になってます。トップバリューなので、マイバスケットやイオンさん、あとはミニストップなどで丸越お求めください。糖質 30% オフのチョコレートミルクでした。味はミルクでした。全体糖質量は 11.5g です。はい、そして今日はちょっと食べないんですけどね、こちらです。のんち TV、萌子チャンネルでもね、一緒にご紹介してまいりました。何本か。インバーシリーズでございます。インバーのね、プロテインなんですけれどもね、これ。ルチンが取れるんですよ。プロテインの働きを強めるルチンです。これは、グラノーラタイプなんですよね。もうね、これ、ハマっちゃって、何本かいただいてます。さっき、ご紹介したトップバリューでもね、最近プロテインバー出てまして、なんと税抜き98円なので、そちらも結構おすすめなんですけれども、こちらはね、もうでも、もう老舗でございます。森永の方のね、インバーシリーズです。で、エネルギーの方ですが、114キロカロリーで、タンパク質が 10g 取れるんですね。で、低脂肪でビタミン B 群が7種類入ってるということで、なんかB1、B2、B6、B12 と、あの、例えば口内炎気になるなとか、ダイエットしすぎるとやっぱりバランスが崩れる、お肌が荒れちゃうんじゃないかとか、そういったもののサポートにもすごくいいと思います。これグラノーラなんで、今までのインバーの中で私は一番美味しいです。特にあのプロテインシリーズは少し苦かったりと、チョコレート系のビターのもご紹介しましたが、過去動画で、なんかちょっとかなり大人な味も多かったんですが、これは
プロテインドリンクを飲みながらとか、あとはちょっと豆乳なんか飲みながら食べるのもいいかなと思います。おすすめです。高タンパクで低糖質、低脂質ですね。そしてビタミン B群、ビタミン B群が7種類入っています。インパーからインバープロテインのグラノーラでした。そして今日の3点目でございます。じゃん、はい、ミーノです。前にもね、ミーノの方そら豆なんかをご紹介してるんですけれどもね、そら豆、枝豆、これね、ついに枝豆、黒豆、カシューナッツというミックス味が出ました。わこれは最高ですね。しかも かわいいですよ、見た目もね。エネルギー1袋食べても155キロカロリーです。枝豆、黒豆、カシューナッツの美味しい組み合わせ、シンプルにお塩のみで味付けしてます。素材の味や食感を贅沢に3種類も味わえて、なおかつヘルシーですよね。お豆さんなんですよね。はい、ではこちらはちょっといただいてまいりたいと思います。ピキーンってね、音がした過去の動画の方もぜひご覧ください。断面怒っちゃったたっぷり入ってますね。あ、でもしかもバランスいい感じですよ、めちゃめちゃね。はい、じゃあ3種類出してみましょう。こんな感じです。カシューナッツ、枝豆で、これが黒豆ですね。はい、黒豆見えますか。こんな感じです。いただきます。うん、音がいい、おいしい。本当に黒豆の味しますだって素材そのものですもんね。うん、枝豆もいい感じです。で、カシューナッツ、あ、うん、ちょっと中華ちょっと中華を思い出しますね。ということで、ちょっと今日はこちらをいただきながら、せっかくなのでね、はい、いい音ですね、うん、もうね、香ばしいです。まあ、ナッツって感じ。多分ね、チーズも合いますよいろいろ出てきますこれは美味しい。あ、カシューナッツ私あんまり好きじゃないんですよ、本当は。甘いじゃないですか。これね、でも塩が結構効いてるけど、ほんのり塩って感じですよ、多分ね。塩分的には食塩相当量 0.2 なのってだいぶ低めかと思います。はい、こんな感じで注いでまいりますね。はい、もうちょっと泡少なめが良かったですがいただきます。美味しい。これね、おすすめです。ちゃんとね、ジップロックもできますので、GoTo トラベルなんかで旅行する際にも持ってきますよ。はい、今日はまずご食品の方が糖質 30% オフチョコレートミルク味ですね。チョコレートミルクとインバーのプロテイン、そしてミーのミックスです。ミックス出ました。ぜひお試しください。そして最後なんですが、その美容グッズというのがですね、たびたびいっぱいご紹介してますね、いろんなとこで。これなんですけどね、着圧の靴下なんですね。1個前の生放送の方で、なんと着圧の靴下を履いているシーンをお見せしてます。で、こちらはお休みのタイプのサラッとタイプです。これ、まあ、今度パッケージもごとご紹介しますので、
こちらの方で、あのペーハーで着圧をしてくれるんですね。すごいチャンネル。食べて飲んで靴下を履くというね。こんな感じで履いて動画出るようになってます。ここねしっかり着圧してくれますので、かなりね、あの寝るとき履くと朝ほっそりみたいな感じですよ。はい、これおすすめです。もうね、私的にはあのふくらはぎはまあいいんですが、ももがねちょっと太めというか太く感じるので、なんかバランスが悪いんですね。ももが太い、二の腕はちょっとあって、こっちが結構細くなっちゃうみたいな感じなので、バランスが悪いのでね、ももにできるバンドなんかあったらもっといいななんて思うんですけど、そういう商品開発はしてないんですかね。昔はね、二の腕バンドみたいなエステでよく見かけて販売してたんですけどね、なんかそういう専門店じゃないとなかなか二の腕のは見ないですね。はい、こんな感じです。着圧でですね、ここペーハーが違いましてね、ちゃんとね圧でキュッとしてくれます。これを履いてお休みいただくと、翌朝スッキリといった形で、おすすめでございます。ということで、よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今日はダイエットに関する美味しいものと、ちょっとしたおすすめの美容グッズご紹介いたしました。それではまた明日です。まいこでした。おやすみなさい。